はい。皆さん、こんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人が破竹の7連勝というところで、一体誰が立役者というかね、まあみんなもちろんね、頑張ってることは頑張ってるんですけども、一体誰のおかげでというか、あまあ、ひしいて一人あげるならというところでね、ちょっとお話しさせていただこうかなというふうに思っています。 あの、ながらがもうね、説明うっとうしいと思うので、先に結論言いますけども、僕は、あくまで僕がですよ。僕が思うには、岡本和馬選手の活躍が非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ではですね、その7連勝、まあどういう試合を踏んできたかっていうところと、まあその投手、 野手というところで、えー、ちょっとね、その3つに分けてね、えー、お話していきたいなっていうふうに思ってます。まず、ジャイアンツが、あまあ、7連勝、今、7連勝中ですけども、あの、始まったのはですね、7月3日からなんですよね。うん。まあ、今月っていうのは7月2日に試合ありまして、まあ、1日だけ負けてるんですよ。7月入ってからい、一発目の試合で、1対2かなっていうところで負けてて、で、 7月3日の中日戦からずっと連勝。まあ引き分けというか、あのー、中止がありましたけども、中止挟んでずっと勝ってるというところになってます。ちょっと試合ね、内容というか、あの試合をさらっと見ていきたいんですけど、まあ7月3日中日戦6対1、井上投手でえ勝っておりますと。で、えー、1日えー挟みまして、で、5日ね、5日金曜日、えー、ヤクルト戦10対3、 えー、戸郷投手で勝っております。で、えー、6日土曜日ですね。えー、ヤクルト戦、まあ、4対1でグリフィンで勝っておりますと。で、えー、7日、日曜日、えー。ヤクルト戦7対3で菅野さん、先発してましたね。で、9日火曜日、えー、広島戦5対3、山崎より投手で勝っていますと。で、ここ結構でかかったですよね。10日、あのー、この水曜日かな。 じゃあ、木曜日か。木曜日、これ中止になったんですよね。これ中止になったんですよ。うん。あ、これ、えっと、雨でね、中止になったんですけど、これ、この時、井上投手だったんですよ。で、別に井上投手が悪いとか、えー、力が劣,劣ってるとかいうわけではないんですけども、やはりね、まあ、あの、他のね、例えば、東郷投手とか、菅野投手とか、山崎伊織投手と比べるとですね、まだ先発っていうところ、経験がね、少なかったりとかしますんで、 そういったところで、まあ1点取って、また1点取られてというところで、1対1になってから、中止になったんで、非常に、気持ち的にもですね、まあ追いつかれて、中止になるんだったら、まあいっかみたいな、うん。例えばね、ジャイアンツが例えば2対0とかで勝ってたとして、中止になるんだったら、おいおい、この試合勝てたね、みたいな感じで、なると思うんですけど、まあ1点取って、1点取られてという形だったんで、そういったところで、この中止になったっていうのは、まあちょっと、 ああ、雨で中止にするのが遅かったかなっていうところは個人的にはちょっと思いましたけども。うん、まあでも、結果的にこの10日ね、えー、まあ中止という形になったんで、えー、連勝が続いていると。連勝というところで言えば、この中止が非常に大きかったんちゃうかなっていうふうに思います。で、12日金曜日からですね、DNA が始まりまして、3対2で1戦目東合投手でね、取ってまして、 で、2戦目昨日ですよね。13日戦、13日、えー、土曜日、えー、DNA 戦、えー、6対1で、えー、グリフィンで勝ってますというところで、まあ基本的にジャイアンツっていうのはピッチャー、投手力っていうのは今年ね、非常にいい,い,いですよというふうに言われ続けてきました。ただ、えー、バッティングがね、あって、ンダやなって僕も何回も言いましたけども、打てないなっていうふうな形で、ずっとね、えー、まあ勝率5割、 行ったり、えー、ちょっと落ちたり、ちょっと超えたり、みたいな感じで、5割前後のところをずっとキープしてたんですよね。ただそれが、今、貯金なんぼはね、7かなって結構あって、今、周囲にいるというところです。で、あのー、この試合見ててわかるんですけど、まあ今、得点言ったじゃないですか。で、結局、失点っていうところ全部3失点以内なんですよね。取られても3点までなんですよ。うん。この5日のヤクルト戦3点でしょ ?3 失点。で、 7日の日曜日、えー、ヤクルト戦3失点。で、9日の火曜日、広島戦3失点。もうこれが最大取られてる得点なんですよ。と失点なんですよ。だから、まあ、前々から言うようにです、ね、やはりピッチャー力っていうところ、投手力っていうところは健在なんちゃうかなっていうふうに思います。で、7月入ってからの、まあ、あの、ピッチャー全体のね、防御率見ても、1.86というところで、まあ、2点取られないかな。 っていうところの、あの、計算になってくるんで、まあそういったところで非常に、あとジャイアンツは打てさえすればな、みたいなことをずっとね、皆さん、えー、思ってた、思ってらっしゃったりとか、僕自身も思ってたんですけども、そこがちょっとね、歯車が合い出してきてるんじゃないかな、っていうふうに思うんですよね。で、えー、じゃあ、あの、防御率の推移、うん、どんな感じでこう、いってんのかっていうところで、3月、4月、2.33なんですよね。 うん、防御率。全体の防御率がね。で、5月が2.19。非常にいいですよね、2.19。うん。で、6月ちょっと上がっちゃったんですよね。多分疲れとか、まあいろいろね、えー、打てない、打てなくて、えー、ピッチャー陣たちが抑えないといけないって。抑えないと、ゼロに抑えないとなかなか勝てないよっていう風なね、ところで神経をすり減らして投げてましたから、そこで6、6月ね、ちょっとね、えー、2.97というところちょっと上がるんですよね。防御率がポンって上がるんですけど、 ま、7月入ってから今言ったようにですね、1.86というところで、またね、その上がったやつがまたガクンと下が、下がってきてるんですよね。そういったところは非常に先発陣の安定というよう風なところもありますし、まあ、リリーフ陣もですね、まあ、昨日とかを見ても、まあ、あんだけ勝ってるゲームで、あんだけ点差空いてるゲームで、まあ、泉投手とか平内投手とか、防御率0点台なんよ。あんなんね、4点差5点差で、あの、防御率0点台の、まあ、序列がね、ちょっと低い、低いピッチャーが0点台。 だと、やっぱりね、相手もなかなか手取れないじゃないですか。こっから追いついていこうっていうふうに思ってるんだけど、普通のチームだったら、ちょっと弱いピッチャーというか、防御率が良くなかったりとか、打ちやすいピッチャーというかね、そういったピッチャーが出てくる可能性が非常に高いんだけど、ジャイアンツの場合は駒がいると、戦力が揃ってるというところで、非常に、その、相手からしたら、点差あってもこのピッチャー来るんかい、みたいな感じの印象はすごくあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、え、こっから肝心の打。 打撃のところをね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、先ほど言ったように、打率、ね、チーム打率っていうのはめちゃくちゃ悪かったんですよ。ずっとね。えー、これ見ていくとね、3月4月が2割2分7厘、低いね、マジで。で、5月がちょっとだけ上がって2割3分。これでも低いのよ。で、6月ちょっと上がって2割4分9厘、これね、結構上がってきたなって感じがするんですよね。で、7月が、 なんとね、まあまだ、えー、13日か。あまだ全然ね、半分も行ってないから、ちょっと参考程度に聞いてほしいんですけど、7月のチーム打率ね、なんと2割9分3人あるんですよね。これすごいよね。まあ言ったら、えー、まあ3人に1人ぐらい。まあ3人に1人は言い過ぎやけど、まあ大体3割打ってくれるんで、えー、まあ3人、まあ10人、 えー、10人バッターがいたら、まあ、3人は出てくれる。ヒット打ってくれるよねっていうところなんで、そういったところで、初めの一番悪かった時とか2割2分7厘なんで、だから7分ぐらい上がってるっていうことがあるんで、これってチーム打率で7分上がるって相当なんですよね。うん。で、特に、えー、これからの、これからというか、連勝が始まってからのね、7月入ってからの、えー、まあ、スタメン、主にスタメン起用されてるような選手の、 えー、4月成績見ていきたいんですけど、やっぱりね、僕冒頭に言いました。岡本選手ね。やっぱり岡本選手が縦役者だよっていう風なお話し,しましたけども、岡本選手ダントツに売ってるんですよね。やっぱり売ってるんですよね。まあちょっと見ていくとね。まず1番、丸さんじゃないですか。丸さんはもうずっと出ってますと。もう3割3分3厘、3ホームラン、4打点。素晴らしいよね。もう丸さんとヘルナンデスはほんまにね、最高だよね。マジで。 で、吉川選手2番に入ること多いですよね。で、吉川選手もまあ2割5分8厘、1ホームラン、2打点。まあ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 、頑張ってますよね。で、ヘルナンデス、ここで3割4分4厘、2ホームラン、6打点。この2人が本当素晴らしい。丸選手とヘルナンデス選手ね、本当にね、坂本選手が打てない時とか、岡本選手が打ててない時に、本当にこの2人はずっと頑張ってくれた。まあみんな頑張ってるんだけど、本当に成績を出してくれた。うん。で、ここですよ、4番の岡本選手、な、 どれぐらいだと思います ?7 月打率。えぐいっすよ。4割。なんと4割。で、3ホームラン。で、ヘルなんです6打点なのよ。なんと、岡本選手12打点。倍だ、倍打点上げてるのよ。えぐない。で、ずっとみんな言ってたじゃないですか。僕も言ってたかもしれないけど、得点圏打率がマジで悪いってずっと言ってたじゃないですか。で、僕調べたんですよ。岡本選手の得点圏打率。めっちゃ上がってます。めっちゃ上がってる。 2割8分9厘まで上がってる。もう一気にもう3割手前やないかって。おいおい、なんであんだけ打てへんかったやねっていうふうなね、ところあると思うんですけど、でもめちゃくちゃ上がってるなっていう感じがしますと。で、5番の大城さんね。大城さんも4割打ってるんですよ。7月ね。1ホームラン4打点。で、岸田選手2割7分3厘、1ホームラン6打点。だ、打点多いですね。岸田選手ね。下位に入ってるのに。うん。で、若林選手2割6分7厘、0ホームラン、えー、2打点。 で、角脇選手。角脇選手もね、4月入ってめっちゃ打ってるんですよ。4割5分ゴ5リ、0ホームラン、4打点というところで、そらこんだけ打ってくれたら、点入るよ。そら入るよ、マジで。で、岡本選手のところちょっと見ていきたいんですけど、岡本選手がね、なんで打てるようになったかって、僕は、マジで打球方向だけだと思ってます。あの、ま、あ安倍監督もおっしゃってましたけども、 あの、なんか、レフトスタンドに放り込めって言ったら、なんかキムから、なんかライトスタンドに放り込めに応援歌変えてくれみたいなこと言ってましたけども、本当に、マジで打球方向変わったなっていう風に思ってて、あの、岡本選手って、まあ、良くも悪くも、例えばアウトコースとかの球を、ちょっと手首をカーンって返して、スイングスピードを高めて、それを左中間に持っていくっていうような打ち方ってめっちゃ得意だったんですよ。うん。でも、その打ち方の弊害って、外の変化球とかに対して、 引っ掛けやすくなって、サードゴロ、ショートゴロが増えるっていうところは結構あるんですよね。ただ、当たればめっちゃ飛ぶんで、左中間とか、アウトコースの球でも引っ張ってホームランっていうのはあるんだけども、その代わり、引っ掛けたゴロがめちゃくちゃ多くなるっていうのが弊害としてあるんですよね。で、あの、岡本選手が打ててる時だったらね、別にその打ち方してても、全然ね、アウトコースの球はちょっと巻き込んでね、パーン打って、レフトスタンドに入れることできるんだけど、やっぱり状態がある。 ある程度ね、良くないとそれができないんでえ、悪くなってくるとそれがね、サードゴロ、ショートゴロのオンパレードになっちゃうんで、あのー、この間ね、打ててない時なんかは、本当に、あのー、あんだけパワーのあるバッターが、力のないサードゴロとかショートゴロを打ってるところがめちゃくちゃ多かったなっていう風に思うので、そういったところで僕が分岐点だなと思ったのは、本当にあの広島戦ね、広島戦、森下投手からかな、からかな、ホームラン打ったじゃないですか、ライトに。あれ、変化球を打ったと思うんですけど、 あの辺あたりからマジで状態上がってきてるなっていう風な感じは思ってて、あのー、マジで、あのホームランからきっかけをつかんだんじゃないかなというに思うし、で、結局ヒットとかの内容とか見てても、やっぱりセンター返しのヒット、センター前のヒットとかが多いと思うんですよね。で、昨日、ま、るさんとかも試合見てましたけども、確か5打数0安だったと思うんです。だけども、3本センターフライ打ってるんかな、昨日ね。で、 三本とも、いい形でね、アウトにはなってるんだけど、ある程度しっかり捉えた形で、いい形で、まあ、桑原選手のね、ファインプレーとかもありましたけども、そういったところで、あの、マルさんとか、まあ、ヘルナンデスとか、あの、打率が残してるバッターって、打ってくれてるバッターって、基本的にセンター、例えば、えー、左中間から右中間の間ぐらいに打ってる数っていうのはめちゃくちゃ多いなっていう風に感じてるんで、そういったところで、まあ、岡本選手の長所はね、まあ、引っ張っても、まあ、流してもね、は、 ホームラン打てるようなパワーがあるっていうことですから、そういったところで、センター中心に打ってったら、非常にね、えー、ボールの内側を叩けて、打球もね、綺麗に上がっていくんでね、えー、岡本選手のパワーだったら別にセンターバックスクリーンでも全然ホームラン入るわけですから、そういったところで、あのー、丸選手とかね、ヘルナンデス選手がこんだけね、出塁してくれたりとか、打ってくれるってるっていうところが、岡本選手のね、負担をね、減らしてるんじゃないかなっていうふうに思うし、 こんだけチームがね、えー、勢いがこう上がってるんでね、えー、その勢いにね、こううまく便乗して、えー、やっぱりこう乗ってる時ってヒットが出やすかったりとか、あのー、あったりするんで実際ね。そういったところで、まあ岡本選手ね、あのー、低迷してた時ありましたけども、その時っていうのは結構、 なんか岡本選手だけがね、悪いみたいな悪いというか、まあチャンスで凡退してるとか、いろいろありました。うん、そうやって言われてたりとかありましたけども、今はそうやってみんながね、ある程度状態が上がってきてチームの状態もいいんで、まあ気持ち的にも楽になってるだろうし、えー、僕はあの広島戦の逆方向へのホームランぐらいから本当にね、打席の内容というか、初級からね、とにかく触れる。 形をね。作ってえい、ー、けてるという風に感じてますんで、このこ調子っていうのはあのー、継続できていけるんじゃないかなという風に思うのでぜひね、えー、今日の試合もですね。8連勝をですね。えー、やってえー、10連勝ねぐらいいってほしいなっていう風に思っております。はい、そんな感じで今日はね。7連勝の縦役者というところで見ていきました。僕が思うにはですね。やっぱり岡本選手ね。まあ4番が打てば勝つし。 打たなければ負けるっていう風なね、言葉ってある,あると思うんですけど、僕それあんまり信じてなかったというか、別に4番以外が打ったら勝てるんちゃーんとか正直思ってたんですけど、やっぱりね、このデータとか見るとですね、ァンが打つっていうのは非常に大きいやなって、えー、まあ、チャンスで回ってくるとかもありますし、そのチームとしての意味合いみたいな、その象徴みたいな感じなんで、日本で言うとね、えー、その選手が えー、打っていく、チャンスで、えー、タイムリーを放っていくっていうところは、チームにも大きいですし、えー、非常にね、その、なんて言うんだろう、相手、えー、相手チームの士気を下げるみたいな効果も、もしかしたらあるのかなというふうに思うので、ぜひね、岡本選手は、こっから、どんどんですね、えー、上げていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日、終わってきます。じゃあね、バイバイ。